ミラーズ・クロッシングは1990年のアメリカ映画、公園兄弟制作映画、禁酒法時代のアメリカを舞台にマフィア間の構想を描く。物語の舞台は禁酒法時代のアメリカ東部のとある街、アイルランド系マフィアのボスであるレオとその右腕のトム・レーガンは主従関係を超えた友情で結ばれていた。ある日、レオは イタリア系マフィアのボスであるジョニー・キャスパーから、八オチを邪魔する、チンピラのバーニーを消してほしいと持ちかけられる。だがレオは、バーニーの姉である、高級娼婦バーナを愛するあまり、トムの忠告にも耳を貸さず、キャスパーの頼みを跳ねつける。一方、博打で負けが込んだトムはその日、バーナと人よを共にする。翌朝、バーナを尾行していた。 レオの用心棒ラグが死体となって発見される。この事件によって構想は激化し、レオが報復としてキャスパーのアジトに襲撃をかければ、次はレオ自身がキャスパー一味からの奇襲を受けるというありさまであった。限界体制の中、トムはバーナと関係を持ったことをレオに告白したため、激怒したレオによって追放されてしまう。キャスパーの側についたトムはバーニーを捕らえて、 ミラーの十字路で処刑するよう命じられる。カッコ内は日本語吹き替え公園兄弟が制作した3作目の映画である。コメディ色の強いスリラー映画、もしくはスリラー色の強いコメディ映画を得意とする公園兄弟としては珍しい硬派なギャング映画となった。ダシールハメットのハードボイルド小説であるガラスの鍵や地の収穫からの影響が指摘されている。 切れ物のギャングの参謀役をガブリエル・バーン、彼と関係を持つ高級娼婦をマーシャゲイ・ハーデンが演じている。ジョン・タトゥーロやジョン・ポリト、スティーブ・ブシェミなど後に公演兄弟制作映画の常連俳優となる役者たちが数多く出演している。当初、レオ役には公演兄弟の前作赤ちゃん泥棒でネイサン・アリゾナを演じたトレイ・ウィルソンがキャスティングされていたが、 ウィルソンの救世により、アルバート・フィニーが起用された。映画中で、ゲイのチンピラを演じたジョン・タトゥーローだが、彼の演技は、映画の撮影監督、バリー・ソネンフェルドの仕草を参考にしたとされる。物語のクライマックスとなる、ミラーの十字路のシーンの撮影には、富士フィルムのフィルムが使用された。これは撮影監督のバリー・ソネンフェルドが、富士フィルムの穏やかな色調を好んだためである。 フィルムの選択のみならず、ソネンフェルドは、撮影日の天候もぼんやりとした鈍天でなくては、ならないと主張。スケジュールに支障をきたすことを危惧した、公園兄弟は、たとえ晴天でも撮影を決行すると言ったが、当日は幸運にも、曇り空となった。1990年9月21日に、北米公開し、約500万ドルの興行収入を上げた。 工業的には制作費を回収できず赤字になったものの1990年代を代表するギャング映画の佳作として評価されている。1990年度のサンセバスティアン国際映画祭で監督賞。1991年度の夕張国際ファンタスティック映画祭で非評価賞を受賞した。2005年にはアメリカの雑誌タイムによって 映画ベスト100中の一本に選ばれた。ありがとうございます。